マルガイ予告が許されてる男。今まで、様々な名勝負で視聴者を釘付けにしてきた水曜日のダウンタウン。今回は大人気企画の続編となる話題沸騰の神企画。第2回タップ相撲最強コンビ決定戦について、当時の2チャンネルの反応をご紹介します。放送日は2023年5月31日、鬼越トマホークさんがプレゼンターの元放映。内容としては、2組のコンビ芸人が同時に土俵へ上がり2対2で相撲対決をするという、通常の相撲と違った、体格だけでなくチームワークが勝利の鍵を握る勝負方式。柔道や相撲など様々な経歴を持つ芸人さんがおふざけなしのガチンコ勝負をするという、フィジカルが試される熱い企画となっております。前回王者のネルソンズさんはじめ、鬼越トマホークさん、ママタルトさんに加え、トム・ブラウンさんも参戦するとなり放映前から期待の声が高かった本作。見事いい意味で期待を裏切り、大波乱となった展開にすれないも大きく盛り上がった神回となっております。それでは早速放送当時の2チャンネルの反応を見ていきましょう。フォール勝ちがクソ強いんよな。解散したねあっけネルソンズ。大鶴肥満かっこ吹奏楽部。湯たんぽダンプシード落ちしてるじゃん。囲碁将棋ここもおるな。確かにこいつら何気に2人とも185センチやねんな。これ見てる芸人たちで欠けてるだろ。ヒロ出るのかよ。ヒロ生存確認。ヒロって病気だったけど大丈夫なのか。団長おらんやんけ。トム・ブラウン強いやろ。道夫はフライパン曲げられるからな。脳のリミッター外して火事場のバカ力を自由に扱える道夫が、布川相手にすると怠慢で完膚なきまでにボコボコにされるの怖すぎる。布川どんだけ強いんだよ。それより強いの布川の兄。ゴッドタンで話してた兄貴がナローの主人公みたいで笑ったわ。今回も8組の芸人が2対2の変則マッチを行い、最強相撲コンビを決定。早速1回戦第1試合、まずは鬼越トマホーク。共に100キロを超えるその体格に加え、酒井さんは高校時代柔道部に所属、前回大会では準優勝を果たした動ける巨漢コンビ。第2回のメンツで優勝してこそタック相撲王者だと思うので、優勝しか見えてないですね、と意気込みを語ります。でかいな。普通に3桁あるんだな。コンビで100キロ超えてるってすげえな。経験者は強えわ。金ちゃんスタイルおかしい。地元で実は陰キャだった酒井。ハゲとふさふさのコントラスト。酒井の背中に立派な竜の入れ墨が入ってないのがショックだわ。対するは、初参戦の安田大サーカスヒロさんとクロちゃん。実はプロレスラーとしての顔も持ち、嘘じゃなければ筋トレを日課にしているクロちゃん。そして元祖相撲芸人であり、元大相撲力士は風倉ことひろさん。現役プロレスラーと元力士からなる、まさに異種格闘技タッグ。意気込みを聞かれたひろさんは、怪我しないように頑張りますと素直なコメントで、団長に頭をはたかれておりました。ひろ息取ったんかわれ。痩せたな。皮が戻らんのよな。てか46かよ。ひろ朝日奈央に似てんな。プロレスラーマジか。嘘定期。本当だしん。黒川さんはプロレスラー名鑑に名前が載ってるからな。黒ちゃんってライガーと同じ高校だよな。3人並んでんの久々に見たわ。半分以上ハゲ。黒ちゃん以外がポンコツ化したな。安田大サーカス優勝やろ。赤荻や弓アナの実況のもと早速取り組みがスタート。1対1で組み合うと、まずはヒロさんが金ちゃんを上手投げで撃破。そして即座に黒ちゃんを投げ飛ばした酒井さんを背後から抱え、このまま送り出しで土俵の外へ、見事安田大サーカスの勝利となりました。取り組み終了後、ヒロさんバケモンですと酒井さんは感服した様子で語っていました。ヒロ強え。秒殺やんけ。わかってたけど強え。やっぱ経験者は強いわ。ヒロ、ちゃんと技で投げてますやん。黒川何しとんねん。黒カスヒールとして満点やな。安田大サーカスって敵キャラにいそうよな。力がレベチやん。鬼越逃げてて草。まずは二人がかりでヒロ倒した方が良かったやろ。ハゲが多すぎて見分けがつかん。これもうサンクチュアリやろ。続いて1回戦第2試合、まずはトム・ブラウン。高校時代、柔道で北海道大会ベスト8に輝いた布川さんと、同じ柔道部に所属し、中学時代は相撲で全国大会出場を果たした道夫さんとの、最強組技コンビ。背筋は一応300キロ。チンパンジーと一緒です、ボコボコにします、と余裕のコメントで期待が高まります。俺たちの道夫来たー。心優しきモンスター。道夫と組むの怖すぎるわ。道夫のパワースモーに期待。道夫これでプロスノーボーダー目指してたしフィジカルエリートよな。道夫って握力100キロあるんだろ。もっとある、パイナップルを握力で潰せるからな。布川の方が強いのくさ。柔道では布川の方が圧倒的に強いの意外だよな。布川って細く見えるけど70キロ軽く超えてんのか、そりゃ強いわ。実は布川の方がヤバいトム・ブラウン。
漫画で出てくる殺し屋コンビやんか。対するは囲碁将棋、共に身長185センチと、今大会最高身長のツインタワーコンビ。さらに、コンビ共に空手経験者で文田さんは空手、キックボクシング、テコンドーと芸人界喧嘩最強と噂される実力の持ち主。ライブ中にインポッシブルエイジさんにビンタをしたら、気絶させてしまったことがあると、その腕っぷしに期待が高まります。こんなでかいんかこいつら。コンビ名と身長が合ってない。でけえから太ってなくても重いな。囲碁将棋もトム・ブラウンも人を丸すことに抵抗なさそうで怖い。パワー系で草。文田そんな怖いやつなんや。エイジかわいそう。張り手ありなら強そう。出る競技間違ってるやろ。両者にらみ合い、取り組み開始。体重差がないためお互いがマッチアップの展開に。まずは布川さんが柔道仕込みの足技で根立さんを倒すと、ほぼ同時に道夫さんが文田さんの脇を刺してそのまま押し出し、ということであっという間に決着がついたこの戦いはトム・ブラウンの勝利となりました。これを見ていた鬼越トマホークの酒井さんは、布川さんに女力士に見えるから髪を縛った方がいいとアドバイスし、スタジオを沸かせておりました。トム・ブラウン強え。柔道の方が有利か。組み合ったら空手より柔道やな。瞬殺やんけ。トム・ブラウン本物の化け物やんけ。これは布川のファインプレーだな。足腰が強い。普通に1対1で勝ってるじゃん。布川ちゃんと内股がけとるやん。組技はやっぱり違うんやな。服部桜でもギリ勝てんかもしれんな。道夫が違う動きが。道夫やっぱ化け物やな。勝負になってないわ。サンキューモンスター。続いて1回戦第3試合、まずはネルソンズからは和田まんじゅうさんと青山フォールガキさんが参戦。初代タッグ相撲王者であり、共にレスリング経験者。中でも青山さんは元オリンピック強化指定選手という芸人離れした実績を持つ、今回の優勝候補でもあり、スレナイでは決勝がネルソンズとどのコンビかを予想する方もおりました。経験値が違いますね。当然のように今回も優勝しますね。と意気込みを語っておりました。優勝候補ネルソンズ来た。水曜日で感動させてくれた奇跡のトリオやん。好感度爆上がりした青山やん。青山が秒殺するやろ。トム・ブラウン対ネルソンズ楽しみ。和田はガチだからな。和田まんじゅうクソ運動神経ええよね。まんじゅう別人定期。レスリングと相撲の相性抜群やからな。対するはビスケットブラザーズ。原田さんは高校時代ラグビー部に所属、そして金さんは小学生時代に相撲経験あり、共に体重110キロ超えの超重量級コント王者。意気込み VTR では、この無駄毛のやつで弱いやつ見たことないやろ、ブルガリア人力士の胸毛です、とスタジオを沸かせます。胸毛偉いことやっとんな、イタリア人やろ。どこの YouTuber だよ。右思ったよりひどい体しててくさ。キングオブコントの人やっけ？ビスブラよりコットンの方が見るよな。キングオブコントあるあるだな。胸毛。胸毛すげえ。古都欧州夏井。ザンギエフのような胸毛。ブランカやな。取り組みが開始すると、両者組み合うと同時に投げの体勢へ。青山さんが原田さんの勢いをいなしてそのまま投げるも、なんと引っ張られる形で、青山さんもまさかの片足を土俵の外へ。そして金さんは、和田さんの回しをがっつり掴み、見事な上手投げ。まさかの前回王者を1回戦で下し、ビスケットブラザーズの勝利。この大番狂わせにすれないではレスが一気に加速します。いやー軽かったですね。キングオブコントを思い出しましたとの原田さんからの煽りコメントに、言われてますわとなんとも悔しそうな表情を浮かべるネルソンズでした。ネルソンズ負けたー。青山アホ。何してんねん。青山自滅で草。経験生きてないやん。フォール負け。和田マン何してんねん。タップの妙が出たな。見事な上手投げだわ。金髪やるやん。こっちはちゃんと投げてるな。煽るな。キングオブコント煽りは草。グーの根も出ない。リアルにショック受けてて草。これは番狂わせだわ。1回戦第4試合、まずはママタルト。前回、軽音楽部ながらレイザーラモンの2人を1人で投げ倒した規格外の怪物、大鶴肥満さん。今回体重を186キロまでアップして再び参戦。前回より8キロ増えたんで、その肥満の8キロを見せつけたいと思いますと意気込んでおりました。まあごめ。186はやばい。肥満すぎるやろ死ぬぞ。身長より体重多いのやべえだろ。肥満より重い現役力士6人しかいないらしいな。最強の軽音部。まだ太れるんか肥満。もはや戦車やん。ハート様やん。バイオ4のエルヒガンテみたいなやつ。元スモウトリが肥満スカウトしたいとか前ツイッターで言ってたよな。前回はレイザーラモンとかお遊び枠もいたけど今回すごいわ。対するはユンボダンプ。そしてカシューナッツさんは中学時代相撲の全国大会に出場。コンビともに体重130キロを超える巨漢コンビですが、
前回鳴り物入りでシード出場したものの、ネルソンズ相手にまさかの敗北。今回はリベンジしたいと意気込んでおりました。お腹濡らしてポヨンって音鳴らすのこいつらやっけ？あ、ダッチクだ。ゴッチタレントに出てた奴ら？ユンボダンプこんなでかいんか。こっちも相撲経験か。元力士は綺麗だな。カシューナッツって言うんか。今回の隠れラスボスは誰なん？ようこんな重量級集めたな。開幕早々、激しい肉のぶつかり合いで、パンッと高音が会場に響きます。肥満さんの圧倒的なパワーにかなわず、カシューさんは一気に土俵際まで押し込まれ一気にピンチに。しかし、相方の藤原さんが早々に日原さんを片付け助立ちし、ユンボダンプと肥満さんの2対1という構図に、圧倒的に不利な状況で肥満さんが脅威の粘りを見せるものの、やはり2人の力にはかなわず、最後は押し切られてしまいました。ということでユンボダンプが見事勝利し準決勝へと進みます。取り組み終了後、今まで対戦した相手で一番重かったですと称えるカシューさん。次の対戦相手となるビスケットブラザースより、わからないが泣きそう、とすでに戦意喪失しておりスタジオは大爆笑。立ち合いがすごかったわ。当たりがガチの音してた。ガチ相撲トーナメントやん。1対1なら肥満か。ええ試合でくさ。2対1はきついわな。よく耐えたな。まあごめんは強え。土俵際で粘ってすぐ出なかったのでかいわ。130キロ超えの全国経験者が全く素人のフィジカルモンスターにても足も出ないのやばいな。やっぱアケボノって神だわ。そして準決勝第1試合は、元大相撲力士ヒロさんを擁する安田大サーカスと、技とパワーどちらも合わせ持つトムブラウン。取り組み開始後、なんと道夫さんが元相撲取りのヒロさんを真正面からパワーで押し出し、大金星。さらに布川さんも体重差26キロのクロちゃんを投げ、トムブラウンが完全勝利となりました。ヒロさんを瞬殺というこの予想外の結果には、会場の芸人さんも思わず立ち上がって拍手。終了後、クロちゃんが約束が違うと詰め寄るも、なぜか真顔で正面を見たままだんまりを決め込むヒロさん。変な空気を察して、クロちゃんがあー悔しいなぁとコメントを変え、そうそれと他の芸人さんから突っ込まれておりました。道夫が一番強そうだけど布川が弱いから優勝できなそうだな。布川が一番やばい。道夫は布川に柔道で一度も勝ったことないらしいが。風俗王布川強いで、結婚して風俗が酔いやめたけど。芸人で一番でかいんだっけ。羽賀健二には負ける。想定外すぎる。道夫のパワー。道夫朝青龍の勝ち方やん。なんやこの武闘派コンビ。道夫のエンジンすごくてくさ。正統派の強さやわ。背筋で下から押し上げた感じが。道夫のリミッター外れたみたいな力笑う。ヒロ個人で負けたらあかん。そういやヒロはガチ相撲でもあんま強くなかったか。ヒロ将来並みの立ち合いでくさ。布川うまいな。布川は技のデパートやん。布川って喧嘩めっちゃ強そう。背も高いしな。普通の喧嘩ならかなり強そう。道夫がとんでもない怪力だけど実は布川の方が強いから暴走を抑えてるって説好き。ヒロのキャラどうなっとんねん。黒川空気読んだな。黒カスかわいそうすぎ。黒ちゃんようやっとる。黒ちゃんが相対的真人間に見える。続いて準決勝第2試合、ダークホースとなったビスケットブラザーズと、前回のシード枠雪辱に燃えるユンボダンプ。トムブラウンが待つ決勝に駒を進めるのは果たしてどちらか、早速取り組み開始です。藤原さんがパワーで押し出しますが、原田さんが引っ張る形で道連れに。ここから1対1、1回戦同様左からの上手投げでカシューナッツさんを抱え込む金さんですが、両者同時に倒れ込み VAR 判定へと持ち込まれます。そして審議の結果、ビスケットブラザーズに軍配が、タッグによって生まれる一緒に死ぬっていう新しい技を極めてるんやっていうのを自覚しましたと語る原田さん。対して敗北したカシューナッツさんは取り直しでしょこれ、登場際の悪いコメントでスタジオを沸かせます。ちゃんと相撲してる。名勝負出た。普通に面白い相撲。ただの面白い相撲勝負じゃねえか。熱い取り組みでくさ。原田毎回道連れにしてんの有能やな。タッグバトルだと自滅技できるの熱いな。あれは護衛どう？もみあげやばいな。あと、胸毛。筋強すぎ。ただの大相撲やんけ。すげえめっちゃ見応えあるやん。座布団飛ぶわ。ハムタも大興奮。行事ってよく見たら細かすぎて伝わらないで鷹の花のモノマネしてたやつやん。ラビットで培われた赤荻の実況力。番狂わせすごい。ここまで白熱するのなら次から行事は閣下でいいやろ。普通に見応えある企画で笑った。そして迎えた決勝戦は、トムブラウンと、ダークホースとなったビスケットブラザーズの対戦。キングオブコントと相撲、これで人生やって生かしてもらいますとコメントする金さんに、満面の笑みで殺しますと放ちすれないは大爆笑。
見事な突進力と腰の重さで決勝に駒を進めたトム・ブラウン。金さんの上手投げが光り次々と相手を破ったビスケットブラザーズ。どちらが勝っても初優勝でもあり、スレナイも期待の声が高まります。トムとビスケットどっちが勝つんだこや。トム・ブラウンの漫画に出てきそうな殺し屋感よ。みちおの顔はメイウェザーに。ベルセルクに出てきそう。怖えよマジで。サイコパスみちお。みちおニコニコしながら一丸しそうだもん。あかんやつやん。これもう通報やろ。闇切らしてから挑ませろ。歌舞伎役者の半沢での演技かな。丸大予告が許されてる男。みちおは伊藤麻子に見えるのよ。会場が固唾を飲んで見守る中、取り組みが開始。早々に布川さんが原田さんに土俵際まで攻め込まれ、原田さんは道連れ作戦で、布川さんも沈めます。一方金さんが下手投げの体勢に入るものの、それを捉えた道夫さんはそのまま重心を移動させ、内股すかしのように見事なカウンターの投げを決めるという圧巻の技術を見せ、トム・ブラウンが見事王者に輝きました。道夫つええきたさすがモンスター。道夫最強説。審議体揃ってるわ。やはり背筋か。闘争本能が道を分けた違いだからな。夢やマサルも道をに消されて見なくなったな。道をサメ島見てー。道を対比漫画見たいわ。道をもやが、きっちり一殺する布川もすごいわ。原田また一緒に死んでてくさ。ビスブラの胸毛、普通に布川に勝ってるしちゃんとやれば生き残れそうやった。道を強いし布川も道連れにはすんのよな。布川も体格差をよく抑えたもんだ。前回から思ってたけどやっぱトム・ブラウン最強やったな。トム・ブラウンあの芸風で普通に戦闘力高いの怖すぎるだろ。これを怒らせた牧之助てこ。オールスター感謝祭でやったらいいかも。え待って大晦日特番これでよくない？ダービーより興奮した。終了後ギリギリって感じでしたねと語る道夫さんでしたが、決まったと思ったら自分が下にいた、いや強かったです、と賛辞を送る金さん。そしてシンプルにめちゃくちゃ嬉しいですと道夫さんが力強く言うと、会場からは大きな拍手が湧き上がりました。ということで2代目タッグ相撲王者トム・ブラウンという検証結果となり終了。VTR 終了後、この試合の完成度に松本さんより、年末にやればいいのにと提案が入ると、鬼越トマホークよりダウンタウン VS トミーズの因縁の取り組みが見たいと提案。すると松本さんは間違いなく俺と浜田はケンちゃんに行くと思う、と言い残しスタジオもスレも大爆笑のうちに終了しました。普通にいいもん見れたわ。WBC 準決勝並みに面白かった。柔道経験者の体感すごいんだな。さすが満面の笑みで3人くらい殺してそうなコンビナだけある。ミックス企画で禁煙相撲やってくれ。シンプルにガチに面白かったな。ちょろっとやる企画ちゃうやろこれ。この相撲企画1時間やってほしいわ。案外熱くなれた。藤井の番組は相撲に行き着く。浜田の突っ張り。トミーズ剣が死んでまう。まさしに張り手されたらヤバいやろボクサーやし。松本今なら勝てるやろ。また審査員番組増えてしまう。放送終了後、番組ディレクターの藤井さんはツイッターで、普通に大鶴肥満とかの個人戦も見たくなったし、今ガチ相撲トーナメントやったらサンクチュアリ勢の出場もあるのではなどと思ったりしました。とつぶやいており、これに対して、めちゃめちゃ興奮しました個人戦もぜひ、サンクチュアリ、激アツでしょ。面白かったです年末にぜひお願いします。と放送を楽しんだ方の声が多数寄せられておりました。一方見事初優勝のトム・ブラウン布川さんはインスタグラムで、二代目タッグ相撲で優勝させていただきました。笑ってたまるか初代笑い玉王第1回テレワーク漫才優勝に続いての経歴追加をしてもらいたいと思います。と、決勝戦で優勝を争ったビスケットブラザーズや準決勝まで駒を進めたユンボダンプとの4ショットとともにコメント。そして鬼越トマホーク坂井さんもツイッターで、トム・ブラウンさん強すぎましたね道夫さんはもちろんですが布川さんも相当強いですとコメント。また、放送後鬼越トマホークは自身の YouTube でトム・ブラウンと本放送の裏話を語っており、実はタイヒロさんは余裕だった。当日道夫さんは発情していたなど出演者の面白裏話が聞けるのでおすすめです。以上、第2回タッグ相撲会、当時の2チャンネルの反応はいかがでしたでしょうか。第1弾の出演メンバーに加え、安田大サーカスやビスケットブラザーズなど豪華なメンバーで盛り上がった企画でした。日頃なかなか見ることのできない芸人さんの圧倒的強さや力強い技は見応えがあり、本物の相撲を見ているような感覚でした。また、優勝候補筆頭のネルソンズの敗北や、期待の高かったトム・ブラウンの快進撃など、予想をはるかに上回る展開にはかなりの熱量で応援してしまいました。
スレナイでも年末特番にしてほしい、3回目をぜひ、という声が多数上がっている人気神企画ですので、それが実現されることを密かに期待しています。このチャンネルでは水曜日のダウンタウンの説について、解説や反応をお届けしております。水曜日のダウンタウンには様々な説がありますが、あなたのお気に入りの説は何ですか？ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。もしかするとあなたのお気に入りの説についても、お届けさせていただくかもしれません。ぜひ次の動画を作る気力にもなりますので、高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。